私はまた八木節同好会と申します。ここから約1時間かけてきました。ここまで一部会話の踊りがいませんので、ぜひ皆さんで踊っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
そこゆかりの寺で月の名所は名月院に、さても涙の話がござる。主要仲間の少年僧と土地の娘の恋物語、地獄の墓所の笛吹き坂は今も月夜にゃ泣くとか笛が。山から南を向ければゴルフ場なる白馬あたり、おまた定石松本館、北を眺めりゃ氷塚古墳、音に聞こえた鳴石岩や、行けばトンネル猪の声続く、岩切り山なら生不動様よ。大まま気流と巡り、花も浮かべりゃもみじもいいし、やがて万能太郎に注ぐ孔子様にもゆかりの止水、百と八キロ旅する水を次に渡そう渡らせ川で。花と季節変わるの変わらぬ心、長い歴史のその折々に秋に尽くした人々ありて、今のお股がかくあるものよ。天を指さす一生を越えて響けおはやし、平和の歌だが想いさね。トライフ。
雪の下にと住まいをなさる刀鍛冶屋と雪光こそは玄関前の建物作りさても立派な鍛冶屋であれば弟子は日増しに増えゆくばかり今日はお盆の16日で
さほど会いたきゃ合わせてやろうと飾り道具を売り知らしてついたところが東海道よ。聞けば誰でも元気になれる、それが明日がヤギ節よ。初めて調子で明日が巡り、さらばそれから伺います。自学医学をこぞって学ぶ、広く世界その名は知られ、最高の大学なりて国を支えた学問の心。吉金公が建てた富士寺万奈寺様よ、祭る本尊大日如来、時が刻んだらその佇まい、国の重要文化財にて語り継がれる歴史の宝庫。見どころ多く、思い馳せれば時代を超えて、この地歩けば感動誘う、ロマン溢れる言葉しかなし、ここは日本の心のふるさと、いっさね。
ありがとうございました。